美しい山や肥沃な大地、新潟教育体験旅行では雪国の優しくて世話好きな人たちが皆様をお迎えします。古来から人々は森や自然に寄り添って暮らしてきました。現在新潟県の里山では生態系や景観を次世代へ継承していくことを目指した取り組みが進んでいます。ここでは自然との共生を体験し、子どもたち自身が未来のために何ができるのか考えることができます。冷えた溶岩が柱状にそそり立ち、見るものを圧倒する中条雪裡の断崖、そして信濃川とその支流が作る日本有数の河岸段丘。雪深い津南町ですが、この平坦な河岸段丘の上に縄文時代の集落が数多く発掘されています。森にも近く木の実を取ったり狩猟をしたりと食料を手に入れやすかったようです。津南町の体験学習施設ナジョモンは農業と縄文時代をテーマにした博物館です。田んぼから出てきたんだ。これ田んぼ、ちょっと持ってみます。本物の土器を手に取ることもできます。津南町では縄文時代の石器が多く見つかっています。そこから出土した土器などをやっぱ本物を触って感じていただく体験も、自然素材、当時の縄文時代の人たちが使ってた素材をなるべく使うようにしてですね、それを見て触って何を考えるかっていうきっかけになればいいなと思います。ナジョモンでは土器作りや織物編みなど様々な縄文体験ができますが、この日は敷地内に群生しているシシマザサを使って弓矢を作りました。縄文人がどのように道具を作り使っていたのか考えてみましょう。縄文時代というのは自然と共生した、暮らしをしていた時代であり人々です。そういった、歴史をですね、自然環境を大切にする心をですね、持ってもらいたいと思ってですね、縄文をキーワードにした体験をたくさんご用意しております。自然とともに生きた縄文人が見た森は今の津南の森につながっています。新潟港からフェリーで2時間半、美しい海岸線と豊かな平野に恵まれた佐渡。かつて島に流されてきた貴族や金銀山の開発で江戸から来た武家、北前船が運んできた町人の文化が混ざった独特の佐渡文化が今も残っています。太鼓体験は人気メニューの一つ。そして時と共生する佐渡の里山が日本で初めて世界農業遺産に認定されました。佐渡では時が滑る里山を取り戻すために田んぼの生態系に配慮した米作りが展開されています。田んぼの生き物を増やすことで時が佐渡の空を舞う里山環境を取り戻しています。ビオトープで行う生き物調査では楽しみながら自然との共生を体感できます。誰か網自然の田んぼにはいろいろな生き物が戻ってきました。田んぼたくさんあるんですけど佐渡は、でもやはり田んぼと触れ合う機会というのは少なくなっているので、トキと一緒に暮らすっていうのは生き物がたくさんいる田んぼなんだよ、田んぼっていうのはお米を作るだけじゃなくって生き物も育んでいる場所なんだっていうのを一緒に体験してもらう場所になってくる。
こちらは農薬を減らしてトキの餌となる生き物が戻ってきた田んぼです。まあ、一番いいのはやってるっていう充実感というか、そこへトキが来てくれて、トキが餌を取ってくれているという、それを見るのが一番やってよかったなということだと思いますね。かつて人は豊かな森で生活し、今その自然を未来に残そうとしています。体験を通して身近な環境について考えることができます。新潟県では地域と行政が連携し、安全安心な受け入れ体制で皆様のお越しをお待ちしています。